香港の林鄭月賀行政長官は昨年の年俸がすでに500万香港ドルに達しており、世界各国の首脳の中で2番目に高い年収をもらっているが、今年はさらに収入が増えた。陳縮省立法会議員によると、林鄭月賀行政長官の年俸は昨年の509万香港ドルより12万ドル上がって521万ドルとなり、別途で98万2千ドルの接待交際手当も付与されるそうだ。 林亭氏の年収が昨年の509万香港ドルより12万ドル増え、つまり毎月1万ドル増額の計算になるが、総額は521万香港ドルになること、さらに別途で接待・交際手当の98万2000ドルも付与されることを陳縮省議員は発表した。 市民と共に困難に直面する決心を表すため、林帝長官は自ら原法を望まないのかと尋ねた妖怪音立法会議員に長官オフィスは、今年2月末、林帝長官と数十名の高官は、それぞれ1ヶ月分の報酬を寄付したと回答した。今後さらに状況が悪化するならば、林帝氏とそのチームはさらに適切な対応をするとのこと。 アメリカ金融ニュースサイト247ウォールストリートによると各国首脳の中で最も年俸が高いのは1255万香港ドルシンガポールのリー・シェンロン首相だ。林邸長官は米国のトランプ大統領、オーストラリアのモリソン首相、ドイツのメルケル首相などより高くて世界第2位となっている。